ピョンチャン五輪での出来事を五輪公式サイトが名場面に選出。フィギュアスケートの羽生結弦、ANA は12月の全日本選手権で優勝し、北京五輪代表に選出された。五輪公式サイトでは、過去の冬季大会で起きた最も偉大なセレブレーションとして11の名場面を選出。羽生結弦が連覇を達成した2018年のピョンチャン大会で、演技後にリンクに降り注いだプーさんのシャワーにも注目している。五輪公式サイトでは、五輪冬季大会で行われた史上最も偉大なセレブレーションと特集。北京五輪が迫る中、過去大会から感動の名場面を紹介した。94年ぶりとなる男子フィギュア3連覇の期待がかかる羽生結弦も登場している。記事では雨ではない。羽生に熊のプーさんが降り注ぐと、韓国で行われたピョンチャン五輪での忘れられないワンシーンを表現。こう続けている。日本の結弦羽生はフィギュアスケート史上で稀有な舞を氷上で披露したが、このアイスリンクはまるで第二の故郷のようだった。2018年のピョンチャン五輪で、品格と貫禄に満ちた忘れられないパフォーマンスを演じた。金メダルは分かりきった結果だったが、その後ぬいぐるみがアイスリンクに文字通り降り注がれた。日本の王者はいかに観衆に愛されているのかを、優しく思い出させるものだった異国での開催にも、かかわらず、まるで本拠地のような圧倒的な支持を受けていた、羽生結弦。演技後に降り注いだぬいぐるみに改めて注目し、五輪史に残るハイライトと認めていた。羽生結弦が覚悟決め22年、また夢の続きを描いて、五輪3連覇4回転半へ14年措置。18年ピョンチャンの両五輪で金メダルに輝いたフィギュアスケート男子の羽生結弦、27イコール ANA が、ついに覚悟を決め、新しい年、2022年を迎える。昨年末、2月4日に開幕する北京五輪代表に決定。1928年3も、リッツ大会のギリスグラフストレーム、スウェーデン以来、実に94年ぶりとなる冬季五輪3連覇を目指すと初めて明言した。世界初のクワッドアクセル、4回転半ジャンプ成功という夢も追う運命のショートプログラム、SP は2月8日。フリーは同10日に行われる。沸騰するように、羽生結弦の言葉が力強さを増していった。まだ記憶に新しい。北京五輪代表に決まった昨年12月26日の全日本選手権。五輪へ。3連覇の権利を有しているのは僕しかいない。また夢の続きを描いて、前回、前々回とは違った強さで臨みたい。4回転半という武器を携えて優勝を狙いますと断言した。日本選手団ジャージーに袖を通し、勝ちに行かなきゃいけないんだな。一夜明けた27日には発表会じゃないんですよ。やっぱり勝たなきゃいけない場所なんですよと五輪の位置づけを明確にし、だからこそ、また強く決意を持って絶対に勝ちたいなと思いました。この4年間の最後の最後に、一気にギアが入った。66年ぶりの2連覇を達成したピョンチャン五輪後は、夢が叶った実感がある。モチベーションは4回転半だけ。取るべきものは取ったと満足した。19年オータムクラシックではそのままやってたら北京五輪に出ますと言いつつ猛烈に出たいとか猛烈に勝ちたい気持ちじゃないと言った。さらにはコロナ禍で火が消えかけた。1年前の20年全日本後は複雑な胸中を打ち明けていた。東京、夏季大会すら開催されていない現実がある。北京を考えてはいけないというリミッターがかかってシャットダウンしている。今夏のアイスショーでも冷めたままだった。ピョンチャンの前みたく、絶対に金メダルを取りたいという気持ちは特にない。ピョンチャン。ソチの時みたいな熱量はないかなと。
一時は暗闇の底に落ちてスケートすることに罪悪感もあった。3回転半すら飛べなくなった。それでも夢の4回転半を追う中で再起動した。皆さんがかけてくれている夢だから。12月21日。あと4分の1回転で成功まで、進歩。6日前のフリーでは試合で初めて4回転半を投入した。ダウングレード判定で記録上は3回転半だった、ものの。未踏の領域に足を踏み入れた。2連覇を失うことは確かに怖い。負ける確率の方が、ピョンチャンの時より高いと思うし。今のところはと自覚する。一方で、僕。多分今。1番、うまいですの自負もある。北京へ、4回転半に超え、出来栄え点プラスをつけたい。今回は減点され、4.11 点にとどまったが、成功すれば、12.50 点アルファが待つ。2連覇が消えるときは、約1世紀ぶりの3連覇に塗り替えたときだ。運命の男子フリーまで40日。覚悟を決めて、最終鍛錬に励む。